あ、どうも、岩田裕太です。今日はですね、ちょっと、新手のいじりかな、というか、すごい方向からいじってきたな、っていういじり方を紹介したいと思います。まあ、昨日朝起きたら、一件ちょっと、インスタの DM で、企業案件しませんか、みたいな。まあ、最近その、阪神のおかげというか、生というか、まあ、伸びてきていて、自分の YouTube が、まあ嬉しいことか悲しいことかわからないですけどね。でまあ、企業案件しませんかって、まあ企業名は伏せますけど、企業さんから送られてきたと。でまあ、自分もまあ、お金でちょっと大人のお店に行きたいなとか思いつつ、だからまあ、DM の返事で、わかりましたと。興味あるのでどういうことをするんですかみたいな感じで送ったんですよ。そしたらですね 今回、岩田様に下記の内容での PR をお願いしたいのですが、いかがですか？よろしいでしょうか？みたいな。脱毛のなんかが送られてきて。で、なんか、投稿内容みたいなんで。普段のプロ野球の動画に合わせて、連敗したし、最近女の子からも肌汚いって言われて、ムカつくから脱毛するの流れが自然かと思います。ですので、実際に店舗で施術を受けていただく流れになりますと。頭突く度。これも全、頭突くで、ほんまに。なんじゃこりゃ。普段のまあまあプロ野球の動画に合わせて、連敗したし、普段から連敗してるような言い草で言いやがって、阪神は勝つんやら、連敗したくてしてるわけじゃないっちゅうねんな。まあ今からも連敗するから、この動画出せますよね、みたいな感じで送ってきやがってよ。今から逆転 V ロードが始まるんやが、阪神の。で、あと何これ？最近女の子からも肌汚いって言われて、ムカつくから脱毛する。そんな女おるか！肌汚いねって言ってくる女。とんでもないやつやんけ。地雷じゃ、そんなもん。無視するわ、そんなもんは。で、肌汚いって言われて、ムカつかん、俺は。ムカつかん。興奮するタイプなんや、俺は。キモとか肌汚いとか言ったら、興奮するの、俺は。と、まあ、こんな感じで、突っ込み終わったところで、まあ、実際にね、やるのかと。お前は結局、お金が欲しいからやるんじゃないかと、言われるかもしれませんが、まあ、正直、脱毛は、あんまししたくないんですよね。やっぱ、この腕毛と、綺麗な腕毛とすね毛。舐めるなよと。あんまし、まあ、脱毛してる男性を否定するわけじゃないけど、男は毛があってこそなんぼなんじゃい。前時代的かもしれんけど、俺はすね毛と腕毛に一本一本名前つけとわ。と、まあまあまあ こういうことも言いつつ、で、実際にね、この阪神が負けた後に、肌汚いって言われてムカつくから脱毛するっていう流れ。これいけるんかと。実際俺が負けて言えるかと。まあ、一回ぐらい、たまには練習しといてあげようかなと。こういう演技力も大事になってくると思うんでね。もうどうやったら勝てんの？ 阪神はさ、あれなんか、全部の球場で負けなあかんみたいなことしてるやんか、今。地方で負けてみたいな。ずーっと同じこと繰り返してるけど、歌舞伎でもやってんのか？地方で。同じことを演劇みたいなやってんの。もう頼むわ。てくれよ。もうマジでなんでやれないんやろうな。打てへんしな。で、まあ話変わるけど、あれやな。最近大学でさ、まあ暑くなってきたから、スカート履いてる女の子とかって、まあ生足、素足が見えるやんか。まあ、綺麗な足だとさ、俺って自分のすね毛つけたくなるやんか。で、
すね毛つけに行こうとしたら、女の子に、キモって。肌汚いから、キモいから、つけんとってって言われてんけど、あーと。俺も変わらなかんのかなと。変わるべきかと。阪神が変わる前に俺がまず変わらなあかんのかな。これ、いけるいけへんぞ流れでは無理やおい